フリードリヒビルヘルムフォン・シュトイベン。フリードリヒビルヘルムルドルフ・ゲアハルト・アウグスティンフォン・シュトイベン。1730年9月17日から1794年11月28日。シュトイベン男爵はプロイセン王国の陸軍士官であり、アメリカ独立戦争ではジョージ・ワシントン将軍に仕えた。大陸軍に軍隊の訓練と統制の基本を教えたことでその、 功績を知られている。シュトイベンは1730年にプロイセンのマクレブルクで義士中尉、ビルヘルム・アウグスティン・シュトイベン、1699年から1783年の息子として生まれた。シュトイベンはプロイセン王権ブランデンブルク戦抵抗フリードリヒ・ビルヘルム世・ウィッセイがシュトイベンの父親にロシア帝国へ行って、 時のロシア皇帝アンナ一世に使えるよう命令した時に父親のビルヘルムに従ってロシアへ同行した。1740年フリードリヒ二世がプロイセン王を継承した後にシュトイベンの一家はプロイセンに戻った。シュトイベンはブレスラウのイエズス会で教育を受け17歳の時プロイセン陸軍に主官として入った。 不評体の参謀将校の一員として七年戦争に従軍した後、参謀本部の一員として一時的にロシアで働いた。首都イベンの勤務態度は称賛に値するものだったので、最終的にはフリードリヒ二世の参謀職を割り当てられた。プロイセン陸軍での参謀本部員としての経験は、豊かな知識を彼に植え付けた。 シュトイベンの訓練は軍隊に必要とされる技術的な知識を大陸軍の兵士にもたらすことになった。シュトイベンが十三歳になった千七百六十三年、ほんの思いつきで陸軍隊員のまま除隊した。翌年、ホーエンツォレルンヘッチンゲンの王宮で出事となった時に男爵号を送られた。シュトイベンは、帝身として千七百七十一年にお忍びで、 フランス王国へ行く王子に同行した。この時は借金できることを期待していた。資金作りに失敗し、負債を抱えたまま1775年にドイツに帰った。運命を変えるべく仕事を求めてシュトイベンはオーストリアやバーデン、フランスなどの国外軍隊に給食活動を行った。シュトイベンはパリにベンジャミン・フランクリンがいるのを推し、 アメリカの大陸軍ならば仕事が見つかるに違いないと思った。シュトイベンは1777年の夏にパリに行った。幸運にもシュトイベンはフランス陸軍長官のクロードルイの紹介状を得た。ルイはプロイセンの参謀本部員として訓練に関わったシュトイベンの在的な能力を十分認識していた。フランクリンからワシントンに宛てた手紙の中では プロイセン王に仕えた中将とシトイベンの訓歴に、しては大げさな言い方で紹介された。首都トイベンは旅行費用を集めてマルセイユから出港した。1777年9月26日、ニューハンプシャーのポーツマスに到着し、12月1日にはボストンで法外に艦隊された。大陸会議は当時フィラデルフィアを追い出され、その年の冬と、 翌1778年2月5日には、ペンシルベニアのヨークで開かれていたが、シュトイベンもこれに同行した。大陸会議は当面無休でシュトイベンの志願を認め、2月23日、バレーフォージニータワシントンに着くように指示した。シュトイベンは、英語を話さなかったが、フランス語で何人かの将校と話ができた。アレクサンダー・ハミルトンとナサニエル・グリーンは、この面で大きな助けになった。 この二人は、首都イベンが兵士の訓練計画を作るのを助け、3月には、総司令官の許可を取り付けた。1781年、首都イベンは、イギリス軍のジョン・アンドレ少佐に対するスパイ容疑で、軍法会議に出席した。同年、少々として、ヨークタウンの包囲戦に参加した。独立戦争の終了後、首都イベンはいくつかの州から、土地の提供申し出を受けたが、 最終的に大陸会議が年金2500ドルということにした。シュトイベンは1783年にアメリカ市民となった。シュトイベンはアメリカ合衆国建国の父の一人と考えられている。監察官に指名され、軍隊を作り、その組織を再構築し、優秀な参謀を養成し、下記の比率を改善する戦術マニュアルを揃えた。 これらの多くは今日に至る軍組織構造に生かされている。首都イベンの訓練方法は模範中隊を作ることだった。この100名の選ばれた者たちがそれぞれの連隊に帰ってその中で機能的に働きかけていくことになる。首都イベンの幅の広い人間性がその神秘的雰囲気をさらに強めていた。首都イベンは満足に服も着られない兵士の訓練にあたっては きちんとした軍服に身を包み、ドイツ語やフランス語で兵士ののしり、大声をかけて行軍させた。これが、もはや成功しないような時は、フランス語の話せるベンジャミン・ウォーカー隊を連れてきて、英語でののらせた。訓練も受けずに新兵を配属するような習慣を止めさせ、兵員学校から始めて、連隊学校に進ませる、事前訓練の制度を導入した。各中隊の指揮官には、 新人の訓練に責任を持たせたが、実際の指示は選ばれた軍相だにやらせた。18世紀の戦闘方式は、一度戦闘に入ってしまえば、比較的単純であった。近距離の戦闘では、一斉射撃が用いられたので、発砲する速度が重要であった。敵の戦列より早く銃を撃つことが、正確さよりも重んじられた。規則の多くは、 武器と火器の鍛錬を扱っていた。しかし、戦闘は接近戦の鍛錬の賜物であり、発砲の速度は、玉米や発砲が、機械的にできるまで取り扱いに慣れた兵士によってのみ、改善可能であった。発砲は八つ数える間に十二の動き、モーションを行うことでなされた。複雑なように見えるが、この新しい重機取り扱い方法は、 他国の軍隊で使われているよりも単純であり、かなり速度を上げることができた。アメリカ独立戦争当時の戦闘の大半は立ち姿勢で、ノロノロとしたものであった。勝った方は、最初の一斉射撃に成功した方であり、反撃をかわし敵よりも早く弾込めできた方であった。一度兵士がそのマスケット銃の扱いを身につけたら、3人のグループにつけられ、 続いて12人のグループにつけられ、回転して、右と左に習って、列を作るように教えられた。列を作ることと列に習うことが強調され、適切な整列が順調な発砲に必要とされた。首都イベンは、宿営地の衛生管理についても新たな計画を立てた。衛生管理と宿営地の配置について標準化したが、これは一世紀半後までも標準たり得た。それまでは、 テントや小屋の配置にも基準がなかった。兵士は望むところで休むことができたし、動物が死んだ時は肉を取った後は腐るまで放置されていた。首都イベンは指揮官、士官及び兵士たちの住まいを整列させた。調理場と便所は宿営地の反対側に離れておき、便所を坂の下の方に置いた。中隊と連隊の通りができて、有効的な配置となった。多分。 シ都トイベンがアメリカ独立戦争で果たした最も大きな功績は銃剣術の訓練であった。バンカーヒルの戦い以降、大陸軍は勝つためには銃砲弾に頼る傾向にあった。戦争の初期、大陸軍の兵士は銃剣を戦闘用具としてもむしろ調理用の櫛や道具として使っていた。シ都トイベンの教えた効果的な銃剣の使い方が必須となった。 ストーニーポイントの戦いでは、大陸軍兵士は弾を込めていないライフルで突撃し、首都イベンの教えた銃剣術だけで戦いに勝った。この訓練の成果は1778年5月20日のバーレンヒルの戦いで、さらに6月28日に終わったモンマスの戦いで実証された。ワシントンは4月30日に首都イベンの観察官への任命を推薦し、 大陸会議は5月5日に承認した。1778年の夏に敵が、モンマスに向かっていると、最初に報告したのは、ワシントンの作戦本部に勤務していた首都イベンであった。1778年から1779年に、かけての冬、アメリカ合衆国軍の規律と統制に関する規則、後にブルーブックと呼ばれたを作成した。その内容は、 バレー法事で考案した計画に基づいていた。次の冬、軍隊の再編に関する提案を作成し、ワシントンが大陸会議に提出した。シュトイベンは、その後、新しく南部方面軍の指揮官となったナサニエル・グリーンに同行した。シュトイベンは、バージニアに方面軍本部を置き、そこから軍に対する物資や人員の補給が行われるようにした。 1781年の春、首都イベンは南部戦線の支援を行い、6月にはラファイエットに450名のバージニア兵を送った。ヨークタウンの包囲戦ではワシントンの三個師団のうち一つの指揮官となった。1783年の大陸軍解体と続く新国家の防衛計画の作成でワシントンを助けた。1784年3月、 ペンシルベニアの法律に基づきアメリカ合衆国市民となった。シュトイベンは1784年3月24日名誉の除退を遂げた。シュトイベンはニューヨークに今日構え、ドイツ改革派協会の重要人物となった。シュトイベンの詳細はそれほど鋭くなかったので間もなく、財政的に苦しくなった。その大きな理由は合衆国政府から年金が 支給されていなかったことによっており、1790年6月になって、やっと年金2500ドルが認められた。シ都トイベンの財政的基盤は、盤弱のものではなかったので、アレクサンダー・ハミルトンなどの友人たちの努力で、ニューヨークにある約1万6000エーカーの土地に基づく貸付金を得た。シ都トイベンは1794年に、独身のまま死んだ。彼の遺産は、 以前の友であるウィリアム・ノースやベンジャミン・ウォーカーに託された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。